なぜお前を殺せなかった？なぜドラゴビッチに渡した？カストロとドラゴビッチは手を組んでいたか。ああ、お前は手土産だ。ああ、そうだ。どこに連れて行くの？オルクタ、死と、隣り合わせ。収容所か。オルクタで何があった、メイソン？一人きりだった。地面近く。そこで何をされた？思い出せ、メイソン。俺は脱出する希望さえ失っている。だがビクトル・レズノフはそうじゃなかった。ビクトル・レズノフ、また新しい名前だな。ぶっ壊してやる、アメリカ人。やめろ。俺の友、友達なのに殴られてるよ。でも拳で殴り合って仲良くなるっていうのは男の友情だよね。神聖なパンチだな。来た来た来た。はい、素晴らしい。セクタッドユリスト。おーら。大丈夫か？レズノフ。メイソン。千里の道も一歩からという。これが我らの一歩目。鍵を手に入れろ。この手に今こそボルクタを。さあ脱出だ。暗闇からの脱出。そうだ、光を求めろ。3歩目、烈火の攻撃を。4歩目、囲いを膨らませ。5歩目、空飛ぶ獣を引き出し。みんな頑張れ、抜けまくれ。セルゲイ巨人、マガダンの怪物だ。コレクション、仲間でよかったよ、セルゲイ。そうだよ、筋肉マン。さあ抜けよう。開けろ早く。2歩目は暗闇からの脱出だ。行け、レズノフ。このアメリカ人を信じるのか。命をかけて。うん、皆軍なき兵士だ。私を信じるようにメイソンも信じろ。頼むぜ。忘れられ、見捨てられた。ボルクタでは皆兄弟だ。よろしくね、みんな。まだ信用になってないよな、このうすらはげ、この野郎。さあ開けた瞬間やれ、みんなやれ、行け。おおおお、すごいすごい、敵じゃなくてよかった。セルゲイ、さあ、あ、銃があるよ。レズノ、無謀だ。みんなを止めないのか。威勢なくして勝利は得られん、メイソン。そうか、我らロシアの民は誰よりそれを知っている。さあ抜けるぜ。準備にかかれ。第3段階は火の雨を降らせ。おおおい、これはこっちだ。もうディーデイだね、これ。あの塔に蜂の巣にされるぞ。信じるのだ、同志諸君。うわ、危ない。いけいけ。弾がない。3歩目は烈火の攻撃を。いいよ、ガラクタがメイソンの手にかかれば武器に早変わりだ。さあどうする。大軍を解き放って、やったか、いけ。ちょっと大事なとこ見えなかったけど。計画には何ヶ月もかけた。我々は止まらない。止められない。もない。そう、自由を得るか戦って死ぬかだ。引かぬ、こびぬ、帰り見ぬ。さあこんなかか、こっちだ。急げ、遅れんな。ほれ、セルゲイ。セルゲイ、武器保管庫をこじ開けろ。頼むぜ、マッチョ。メイソン、塔に上がって南の砲撃を支援してくれ。オッケー。まだ開かねえか。スリングショットを準備したぜ。よし。
やってくれ。わかった。行くぜ。おら。よしよし。おら。いけ。もう一個。遠いか、まだ近いか、もうちょっと遠く。よし。ふわ、いいぞ。さあ、武器庫が開いたか。武器を取れ。よし、どうしよう。武器庫開いた。人を守るため、じきに増援が来るはずだ。計画通りだ。五歩目はどうすれば。メイソンの武器がじきに用意できる。お前を撃て、メイソン。行くよ。前進だ。この記録のアラグラを焼き尽くそう。最高。たださ、おいおいおい、前進。もう一人。危ねえ。こっちから行った方がいいか。場所を変えよう。ここから先行けない。AK の方がいいな。安定がある。奴らの血で壁を染め上げろ。爆破しねえか。戦え。よし。ヘリが来たな。いいぞ。なんだ、何の歩き方、何の体、おじちゃん。五歩目。空飛ぶ獣を串刺しに。オッケー、やったぜ。いないか。危ね。よし、大丈夫だ。来たぞ。上か。上の階だ。ハープーンを使え。動いてくれよ。メイソン、ハープーンだ。わかった、ハープーンね。タイミングは任せるぞ。よし。おら。よしよし。みんな大丈夫ね。行こう。このまま殲滅しよう。ヘリだ。マニア。コントロール。怖いぜ。お、おい。セミゲイ。てめえら。やめろ。メイソン、あらけの警備兵が来る。このドアを開けるんだ。待ってろ、今開けてやる。おら、行け。ノブチェリーデボービー。それと、オラーニェ、目の階だ、行くぞ。まだ上片付けろ。じゃねえと俺上行けねえ。よし。痛い。構わんか。六歩目の拳を上げろ。こっちだ。おいおい、そこにいるな。オドローニエ、横か。大丈夫か、みんな上がってきた。よし、溶接バーナーだ。これさえあれば。さあ来たぜ。カバーしてくれ。ヤイバーフィールド。道を切り開いてくれ、メイソン。敵を近づけるな。やんだを近づけるな、メイソン。わかってる。早く開けろ、早く。火力を集中させろ。敵を引かせるな。やったぜ。ナイソン、ミニガンを取れ。
どこ、よしよし、早く早く開けろっちゅん。よし、デスマシン。武器ない、もうミニが終わり、ミニが終わりです。どうしよう。よし、脱出するぞ、早く。何？え、だいどうする。どこどこ、わ、なんか来た、なんか来た。早く早く。催涙ガスを使われた。息ができなかった。ベルのままが一緒にいたのか。ずっと一緒だった。あのドアも長くは持たないだろう。あまり時間がないぞ。この場所だ。ボルクタの指導者の偽善と堕落が詰まったこの場所に鍵がある。第八歩へのバイク、自由だ。乗せてくれ、後ろに。後ろじゃねえんだね、これみんなで乗るんだね。オッケー。どこへ行く、どこへ行く。わかってる。飛ばせ飛ばせ、列車が来てるぞ、急げメイソン。よしよしよし、見逃してはもらえないようだ。難しいな、なかなか。早く逃げろ。よし、オッケー、乗った。運転頼むぜ。よし、オッケー。手を緩めるな。ヘリか、ヘリはきついな。手を緩めるな。オッケー。あれだ、どこ。よし、乗れ乗れ、早く飛べ。よっしゃ、行けメイソン、行け。こらっ、レズノフ、あんたの番だ。はい、来い、レズノフ。8歩目だ、レズノフ。自由だぞ。この自由はお前のものだ。何？レズノフ、レズノフ。レズノフを見たのはそれが最後か。そうだ、あの場所ではな。あの場所。脱出後お前は CIA のジェイソン・ハドソン指揮官に置かれた。レズノフの協力で脱出したお前をハドソンは信用できたと思うか。レズノフ、トムだ。
だが脱出できたか。俺をね、守るためにミストだ。 CIA はなぜお前を信用できると判断した。テストされた。俺は裏切らない。今もこれからも。政府はお前にドラゴビッチ排除の指示を下した。ああ、やつだけじゃない。他にも殺す奴らはいた。あるぞ。あれなんだ、メイソン。ペンタゴンに誘導だって。63年だ。お前は任務のためにペンタゴンに呼び出された。ジェイソン・ハドソンが新しく担当官になった。おお、このサングラス。着いたぞ。なぜペンタゴンに。ハドソンはそれを口にする許可を得ていなかった。ジェイソン・ハドソン。車を待たせてあります。ようこそペンタゴンへ。すごい、VIP待遇じゃねえか。遅刻だな。マクナマラ長官、君たちの評判は耳にして。急いで。ルーズベルト大統領にでも会いに行くかい。我が国の安全保障は危機に直面している。この男は恐れず、良心もなく、弱みもない。ドラゴビッチ。この男がニキータ・ドラゴビッチ。君たちはすでに会っているな。収容所入れられたからな。いつ殺しましょう。君が戻ったのは幸運だ、メイゾン。もうちゃんと防弾ガラスなんだろうね。ペンタゴン。VIP だよ。来たぞ。その場の全員が俺たちを、俺を見ているような気がした。あの頃は誰も信用できなかった。時には自分自身さえ。こんなんなってんだ。それを見極めるというのは、これまでも、これからも。キューバだ。我々はずっとお前を監視していた。わお。この野郎、色目使いやがって。そんなことは不可能だ。私はペンタゴンに。我々が来たと伝えてくれ。承知しました。こうなってんだね。クリアランスプロスペロ。すごい。歴代の長官かな、これ。最高の英雄。フランス、国によって分かれてんだよな。すごいな。最高のリーダーだ。頭から離れないんだ。アリエ。お、見たことあるよね、この顔。 VIP だ。 VIP だよ、VIP だよ、VIP。 彼がお待ちだ。何かに蝕まれている気がした。何にだ、メイソン。まさに中枢だ。人類全体を救った決断が幾度となくなされた。この部屋でな。わからない。まるで夢の中で。日本へ。暗闇からの脱出。すごいよ、なかなか入れないよ、ここ。劣化の攻撃を。お前は目標に近づいていた。予定通りに。決して衰えることはない。圧倒的、圧倒的だ。すごいよ。この先だ。誰が待ってる。シコラックス。この中枢部は1943年に作られた。めったに使うことはない。すげえな。ありがとうございます、長官。じゃあな、メイソン。ハドソン、ありがとう。さて、でどんな話が。重要任務だろ。大統領。大統領。エージェントメイソン、お目にかかれて光栄です。かけたまえ。ケネディ大統領だ。リンカーンもある。我が国はコミュニストの脅威にさらされている。我が国の自由、似てる。生活そのものが脅かされた。ドラゴビッチだ。
おいおい、何考えてる。君は最高の人材だと聞いている。どこに行ってもな。君を求めていた、ミスター・メイソン。任せたぞ。